はチビメカゴジラに怪獣島を紹介してあげるよ。ありがとう。まずこれが木ね。で、これが草で、これは土。あ、思ってた紹介と違う。そこにあるのも木、そこにいるのが友達のチビギドラ、で、そこに生えてるのは雑草だよ。あ、なんか流れで友達の紹介されたんだけど。よーゴジラ、何してんだ。今チビメカゴジラに島の紹介をしてたんだ。よかったら友達にならない？よかった。今、なんて？チビギドラは3つの首それぞれに人格があるんだ。だから今みたいに意見が合わないことがよくあるんだよ。変わってるね。それぞれなんて言ったの？俺はいいよって言ったぞ。これからは友達だ。メゴヤン。メゴヤン？メカゴジラの略？俺は嫌だって言ったんだ。こいつを見てたらムカついて引力構成飽きそうになるんだよ。左の首怖いな。僕はもちろんって言ったよ。友達は素晴らしいものだからね。あ、右の首はいい人だ。いざという時に保証人にしたりすれば友情をお金に変えることができるからね。そうでもないかも。よし、決まりだ。今日から僕たちは友達。困ったことがあったら助け合おうね。絶対だよね。右が一番怖えよ。チビギドラの怪獣島のおすすめは何？おすすめは景色。また全然揃わない。俺は景色って言ったぞ。そうなんだ。俺はぶん殴るぞって言った。おすすめ聞いてるんだよ。僕は松茸って言ったよ。松茸。僕はスーパー台無しって言ったよ。チビゴジラには聞いてないよ。でも右の首が言ってたマツタケは食べてみたいな。ここら辺にも生えてたりするけど、チビギドラは食べ物見つけたら大喧嘩になるからな。誰が食べるかでいつも揉めるんだ。3人で1つの体なんだから、誰が食べてもみんなの栄養になるんじゃないの。だから嫌なんだよ。他人が食べたもので太るなんて一番嫌だろ。意見が揃った、こんなところで。まあマツタケはすごく珍しいものだから、そんなうまく見つかるわけ。あ、マツタケだ。すぐ見つかった。俺のだ。自分の首噛んでる。ちなみにどの首がどの首を噛んでも全員が同じように痛いよ。じゃあなんで噛んだんだよ。あ、よく見たら松茸3つある。ほんとだ。喧嘩しなくてもみんなで分ければよかったのに。バカ野郎、3つじゃ1つ足りないだろ。え、1つはメゴヤンのだ。友達になったんだから。チビキドラ、ありがとう。怪獣島ってとってもいいところだね、チビゴジラ。スーパー台無しがあるからね。スーパー台無しがあるからだね。